盗まれた地球は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズ第12話で、1963年に始動したクラシックシリーズから数えて、第750話。2008年6月28日に BBC1 で初放送された。番組制作指式兼主客本家のラッセル・ T ・デイビスが脚本を執筆した本作は、 同年7月5日に放送されたシリーズ最終話、旅の終わりとの二部作であり、スピンオフ作品、秘密情報部トーチウッドや、ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズとのクロスオーバー作品でもある。デイビスが制作総指揮に在任している間に作り上げた、目立つ一連の物語は、このフィナーレの物語で決着を迎えた。本作では、 現代の地球と他の26個の惑星がダーレック艦隊に盗まれ、そのダーレック艦隊は古代妄想に寄り付かれた創造主ダブロスと未来を予見するダーレック艦に助力を受けていることが判明する。10代目ドクターと彼のコンパニオンドナノーブルが地球を探す間、ドクターの以前のコンパニオンであるジャック・ハークネス、マーサ・ジョーンズ、サラ・ジェーン・スミス、ローズ・タイラーは会合して、 彼にコンタクトを取り、ダーレクに対する地球防衛を開始する。本作の終盤ではドクターがダーレクに撃たれ再生を開始する。本作では1988年のリメンブランス・オブ・ザ・ダーレクス以来となるダブロスの再登場が目立ち、ダブロス役をジュリアン・ブリーチが演じた。また本作では、グウェン・クーパーとヤント、ジョーンズ、ルーク・スミス、 ミスター・スミスがドクター・フーに初登場した。なお、マイルズとアームストロングは別の役で以前にドクター・フーに出演していた。アッジョ・アンドーとペネロペ・ウィルトンがそれぞれマーサの母、フランシス・ジョーンズとハイリエット・ジョーンズ元首相役で再出演し、ポール・オグラーディとリチャード・ドーキンスが公衆の恐怖を緩和しようとするテレビのパーソナリティとして仮名を出演した。 本に部作フィナーレの壮大なスケールと根本的なプロットは2007年初頭にエグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスやジュリー・ガードナー及びフィル・コリンソンの交番のための最後のレギュラーシリーズの物語として考案された。第4シリーズのフィナーレはコリンソンがプロデューサーを務めた最後のストーリーで2010年には スティーブン・モファットとピアース・ウェンガーがそれぞれデイビスとガードナーに代わって制作総指揮とエグゼクティブプロデューサーについた。主要なコンセプトは2007年6月までにすでに具体化され、デイビスは2007年12月7日に脚本に着手し、31日に完成させた。撮影は2008年2月と3月に行われ、ポストプロダクションは、 放送を2週間前である2008年6月半ばに完了した。プロットの要素を可能な限り隠すため、盗まれた地球のタイトルは放送16日前まで公開されなかった。試写会の DVD からはドクターの再生シーンが削除されて、最終シーンがダーレックに打たれるドクターのシーンとなり、放送時には旅の終わりの横下編が放送されなかった。 本作は視聴者とプロの批評家のどちらからも肯定的にレビューされた。オーディエンスアプリシエーションインデックスのスコアは91で、これはドクターフーが今まで記録したことのない数値であり、テレビ番組に与えられた評価としても最高値の一つである。本放送の視聴者数は878万人に上り、その週で2番目に多く視聴された番組となった。 これは放送当時、ドクター風が到達した最高の順位であった。批評家の反応は圧倒的に肯定的だった。ニコラス・ブリックズとジュリアン・ブリーチはそれぞれダーレク、カーン役とダブロス役を称賛され、デイビスの脚本のほぼすべての面が高評価された。最も顕著なのは本作の予想外の結末に関してで、これは一般に高く評価された。 再生の衝撃により、前代未聞のレベルの講習の興味が番組に向かい、その興味は旅の終わりの放送まで続いた。盗まれた地球と旅の終わりは2005年に始動したドクター風新シリーズの前4シーズンと番組を復活させるにあたっての制作総責任者、ラッセル・ T ・デイビスの仕事の集大成である。デイビスは第4シリーズのストーリーアークについて、 全てのエピソードに由来する要素大断言を作り上げる人物、フレーズ、疑問、惑星、謎が含まれている。第1シリーズへ完全に遡る、小さくも必要不可欠な引用とともに、フィナーレは長い間隠されていたと主張した。これらをテーマとするモチーフのいくつかは主要なプロットポイントといって使われ、蜂の消失、メドゥーサカスケード、シャドウ議会の重要性が本作で明かされた。 本作はスピンオフシリーズ秘密情報部トーチウッドやザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズとの初めてのメジャークロスオーバーでもある。デイビスはこのクロスオーバーのコンセプトを子供が想像するのに典型的なドクター・フーとスター・ウォーズの宇宙のクロスオーバーになぞらえた。第4シリーズのフィナーレは2006年初頭に初めて計画された。現実の崩壊や 体制のゲスト出演者を含む、その壮大なスケールのために、2009年に削減された、ドクター風の放送時間と、2008年半ばから初頭2010年に差し迫ったデイビス、ジュリー・ガードナー、フィル・コリンソンの交番を補う必要があった。本作のストーリーが明確化されたのは2007年初頭で、デイビスは制作チームと第4シリーズの概要を配った。彼の概要では、 すでにザ・ストール・ン・アースと名打たれたフィナールには放送された映像に登場した事物の他にベイン、クリリテーン、ゲルス、アイソラス、この他 CG データがコンピュータに保存されているエイリアンすべてが CG で登場しスリジーンやグラスク及びバルフーンの長老モックスなどが装具として登場すると書かれていた。それぞれ消えた花嫁と呪われた旅人に登場したドナと 海軍士官候補生、アロンゾ・フレームも、盗まれた地球でのカメを出演が計画されていた。ドナは計画された後に、キャサリン・テートが第4シリーズ全てに、コンパニオンとして、再登場することに同意し、一方で、アロンゾは、本作の複数の複数の草案で、シャドウ議会の一員として登場していた。2008年1月のビリー・パイパーの新婚旅行中に、 撮影が当初予定されていたため、彼女の出演はほぼキャンセルされかかっていた。フリーマージェマンは2006年にマーサジョーンズ役を承諾した際、同様にフィナーレに出演することを契約した。フィナーレの主要なコンセプトは2007年3月にはすでに展開された。デイビスはラストオブタイムロードのマスターとドクターの会話で初めて言及されたメルーサカスケードを ラジオタイムズとドクトル風マガジンのジャーナリストベンジャミン・クックにローズの第4シリーズへの復帰を許した平行宇宙間の裂け目の近くに存在する宇宙の領域であると説明した。彼は数時間後にクックへ別の電子メールを送り、フィナーレでのダーレックカーンの役割とダブロスがタイムウォーから復活したことを説明した。2007年半ばに ドクターの再生が2つの分かれたパートに構想された。デイビスは2007年4月に旅の終わりでの2人のドクターというコンセプトを下書きし、エピソード終盤の再生は2007年6月12日に考案されたものを使った。デイビスは盗まれた地球の脚本執筆を2007年12月10日に開始した。彼はニューヨークでのマーサの登場を書くのに数日を費やした。 彼は都市の破壊を考えたが、ドクター風の歴史に大きな影響を残すため、ニューヨークの破壊は悪い選択であると決めた。本作の執筆に着手する数日前に、デイビスにバーナード・クリビンスから電話がかかり、彼の演じるウィルフレッド・モッドがペイントダンをダーレックの目に打つシーンを提案された。彼はそのシーンを1960年代半ばに、 出演したドクター風の映画地球侵略戦争2150への言及として提案し、重々しい描写の中のコミックリリーフをもたらすだろうと考えた。ペイントダウンを沸騰させて私の視力は妨害されないと返事をしたダーレクの反応が追加されたのは、それがダーレクが視覚を奪われた際に発される、繰り返されるフレーズを逆転させたものであるとクックが デイビスに思い出させた後のことであった。このシーンは1963年から1964年のザ・ダーレクスでダーレクが初登場を果たした時からダーレクがさらしていた弱点を取り除くこととなった。ローズがそのダーレクを吹き飛ばした後にウィリフレッドが交換しようと持ちかけたのは同様に撮影の間にクリビンスがアドリブで加えたものである。 デイビスによるダーレック信仰とシャドウ議会の最初の草案は放送されたものと根本的に異なる。地球侵攻の場面ではダーレックの繰り返す、抹殺せよ、の叫び声が聞こえるのではなく、ダーレックの宇宙船にキャプテン・ジャックとサラ・ジェインが反応した。一隻の宇宙船がロンドンのホワイトホールに加工し、ビッグ・ベンを通りすがりに破壊し、イギリス首相、 オーブリー・フェア・チャイルドを殺害した。シャドウ議会は、ロジャー・ディーンの絵画のように、宇宙空間に垂れる、つながった一連の小惑星にまたがる、金属製の SF チックなタワーの巨大な軍事施設を有する、銀河間の警察権力と定義されていて、当初は、新シリーズに登場したすべての異星人が、再登場しており、ブロンフェル・ホッチ・パッサミーアでイスリジーンが、 ラキシコリコファラパトリアス星の家族ジンガジーンの幼児として亀を出演し、兄弟星である惑星クロムの消失について言及していた。大量の怪物と議会の官僚的態度にドクターは苛立ち、現在はシャドウの兵士として雇用されているアロンゾもドクターの書類記入を手伝っていた。物語が進むとアロンゾはダーアレクに抹殺されていた。彼が シャドウ議会のシーンを執筆して一週間後、脚本の構造と予算上の理由でデイビスは、当該シーンの書き直しを決めた。トービーの亀尾出演は、彼が撮影に参加できなったため、シャドウ議会の本部長を中心としたシーンに置き換えられ、デイビスはひどく落胆した。ダーレクの進行も、首相の殺害が、ダーレクにしてはいつになく、外交的であると決め、放送版に書き直された。 首相の名前は2008年クリスマススペシャル、もう一人のドクターに再利用された。また、彼は、シャドウ議会についての疑念をクックに伝えていた。彼は、本部長という肩書がひどく剥がれ落ちていると感じたが、シャドウ議会がプロットに必要不可欠であることを認めた。彼は、本部長という肩書を、シャドウアーキテクトに変更し、さらに白髪かつ、赤目で、 黒いローブを身にまとっているという SF チックな風貌にすることで欠点を修正した。デイビスは、シャドウ議会のシーンを2008年2月初頭まで、シャドウアーキテクトの初登場よりも前に置き続けていた。当該シーンは、地球の消失を優先すべきだと文句を言うドクターと、消失を報告するために列に並んで、待てと主張し続けるジュドゥーンの議論で繋げられた。 50億以上の言語を操ることのできるドクターは、受動の翻訳機に過負荷をかけて、議論に勝ち、すぐにシャドーアーキテクトに合わせるよう命令した。デイビスの提出した脚本は、特殊効果に余裕のある予算を超過したため、アネット・バット・ランドがすでに亀尾を出演の会話を録音していたが、彼は当該シーンのカットを強いられた。書き直され、そして最終的に放送されたシーンでは、 タービスが4人のジュドゥーンの警備員のいるシャドーアーキテクトのオフィスに直接着陸した。クリスマスの侵略者でシコラックスの宇宙船の撃墜をトーチウッドに命じた後に大団円で直面した内閣不信任決議の償いの結論と満足を持たせるためにハリエット・ジョーンズ元首相の再登場をガードナーとコリンソンが願ったためデイビスはハリエットを12月22日に脚本に書き この後にウィルトンが再出演の話を持ちかけられることになった。ハリエット・ジョーンズのストーリーアークは導入、ドクターへの敵意、自らの命を犠牲にする食材からなる3つに分かれたストーリーラインを形成した。デイビスはウィルトンの撮影を予約するのが非常に厳しいと気づき、交渉をより簡単にするために彼女の出演を1カ所での1日の撮影に制限した。 ウィルトンが辞退した場合には、デイビスはハリエットをどなか、呪われた旅路のミスター・コッパーあるいはエルトン君の大冒険のエルトンに置き換える計画だった。ウィルトンはデイビスのためなら何でもやると言って無条件に承諾し、フィル・コリンソンのプロデューサーとしての最後の撮影ブロックで演技したいと願った。彼女の u o ロンドンに、 墜落での初登場は第一シリーズの第一制作ブロックで撮影されていた。コリンソンとデイビスはハリエットの死を悲しんだ。コリンソンは彼女が死ぬとは考えられなかったと述べて彼女が死から逃れたと主張し、デイビスは優しくドクトル風マガジンの397号で脚本自家の作る重要な登場人物が死ななくてはならないとき、それは純粋に感動的な 時間なんだと述べた。デイビスの脚本執筆は頭の風の発症と過剰な脚本の制約に影響された。カットしなければならなかったため、彼は死にほど書きたかったセリフを淡い心で書いていて、その事実に苛立った。スケジュールに追われていた。彼は予定していたパイパーの結婚式への出席をキャンセルしなくて腹ならず、さらに、 ボーイフレンドとの新年会のプランの大半も中止を強いられた。これらの問題は彼のドクターとコンパニオンの会話やダブロスとの遭遇の最初の草案にも影響した。彼はそれをライセンスの支払い者の金を無駄にする不完全でくだらないものとして却下し数時間後に違うバージョンに置き換えた。この会話ではドクターのコンパニオンがドクターへ同時に喋りかけており、 テイトとテナント及び監督グレアム・ハーパーは、ドクターの愉快さがそうでなければ、不適切になると考えて、ダーレクの呼びかけをドクターにすべて無視させるという、創作的な決定をした。彼は、最終的に脚本を、大晦日の午前1時に完成させた。クックは、脚本の最後のページについてエピソードは横加編なしで、放送すべきだとレビューし、デイビスも、BBC は、 最終話の試写会 DVD を決して送らなかった旅の終わりの宣伝は、アイアイムラジェンナーティングの繰り返しと無数のダーレクを見せるだけしかできないと言って同意した。本作は公式に提出されたのは2008年1月7日、盗まれた地球と旅の終わりの準備日であった。デイビスはドクター風と組になるシリーズドクトル風コンフィデンシャルで本作のクライマックスについて、 詳細に話をした。ダーレックの光線がドクターを打って再生が始まる。クライマックスは、デイビスがロマンスフィクションの模倣として執筆した。彼は、ローズとドクターの再会を視聴者が、これまでに見た中で最大のロマンスとなぞらえ、風と共に去りぬといった影響力の強い映画もダーレックが、男主人公を打って終わるべきだとジョークを口にし、 第4シリーズを通してのパイパーの亀名出演を、介した当該シーンの感動的インパクトを強めた。テナントは、ドクターの不傷を、感情の高ぶる瞬間と敬意をし、ドクターは幸せな瞬間を享受できなき、特に、クリフハンガーが書かれる必要がある時にねと嘆いた。本作は、ドクターの再生の途中で終わるが、これはデイビスが、ドクター風において最も大きく最もエキサイティングな、 クリフハンガーを作りたいと思い、さらに話の終わりには、いつも完了する、これまでの再生シーンとの差別化を望んだためであった。手が、旅の終わりのクライマックスにおける重要な、プロット装置であったため、負傷を治癒した後で、別個の手に再生エネルギーを移して再生プロセスを止めるという、その解決法が、道理にかなっていると彼は考えた。制作チームは、再生を中断して、 新しいドクターが生まれたことが12回の再生のうち1回を使い切ったことになるか否かという議論をファンの間で生むことに気づいた。制作チームは当初その議論を避けるためにコメントを拒否したがプロセスが完了しなかったため彼は再生の一つを使っていないと考えていると後にデイビスは述べた。しかし、11代目ドクターの最後のレギューストーリーである2013年、 クリスマススペシャルドクターの時では普段の再生が実際に12回のうち1回にカウントされることが確定した。進化生物学者かつ人本主義者リチャード・ドーキンスは彼の妻ララ・ウォードが1970年代後半にタイムレディのロマーナを演じていたことから本作への亀面を出演に同意した。フィナーレには19人の主なキャストメンバーがおりうち16人が 盗まれた地球に出演した。クロスオーバーの成り行きとして、本作は、イアント・ジョーンズ役のギャレス・デビッド・ロイド、ルーク・スミス役のトミー・ナイトが、ドクター・フーに初出演を果たした。賑やかな死体で以前に、グイネスを演じた、イブ・マイルズは初めて、秘密情報部トーチウッドの女性主人公、グウェン・クーパー役で出演した。本作には、数多くの再登場キャラクターがおり、 ビリー・パイパー、フリー・マー・ジェマン、アッジョア・アンドー、ジョン・バローマン、ニコラス・ブリックズ、エリザベス・スレーデン、そしてペネロペ・ウィルトンが、盗まれた地球で再出演した。進化生物学者、リチャード・ドーキンスとコメディアン・ポール・オグラーディが、トーチウッドのテレビ画面に、カメを出演した。ダビナ・マッカルや、デレクア・アコラー、アン・ウィデコムといった著名人のカメを出演は、 新シリーズ始動以来それぞれ最後から2番目のエピソードに盛り込まれていた。オグラー・ディは彼が番組のファンであるという話をデイビスが聞いてから役を与えられ、ドーキンスは空の新しい惑星について議論する BBC、ニュースナイト風のテレビ番組の恒例教授役をクックがデイビスに提案し、彼により脚本に加えられた。ドーキンスはドクター風と 以前から関係があったため承諾した。彼の妻、ララボードは、1979年から1989年まで、タイムレディの二代目ロマーナを演じていたのだった。ガリー・ミルナーは、エキストラの怖がる男としてキャスティングされたが、その前に進行予定表を神聖な男とご読し、聖職者のような役作りをしてしまった。盗まれた地球のコールドオープンで、 牛乳屋を演じているアンドリュー・ブリバントは、本作よりも前に、ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのザ・テンプテーション・オブ・サラ・ジェーン・スミスで、警察官役を演じていた。サンチェス将軍役を演じたマイケル・ブランドンは後に、オーディオ・ラーカーズ・アット・サンライト・ SH に出演した。シャドー・アーキテクトを演じた、ケリー・ハンターは、同じ役で、第9シリーズ第1話、魔術師の弟子に出演した。ダブロス。 大きなデザイン変更として、右手が機械に変更された。盗まれた地球では1988年のリメンブランス・オブ・ザ・ダーレクス以来初めてダブロスが登場した。ダブロスは策略の天才としてではなく、普通のロボットとしてダーレクを支配するとデイビスは考え、以前のシリーズをダーレクの個々の知性の確立に使い、ダブロスの再登場を後回しにした。 ダブロスは何かの機会のために不足の事態に備えた計画としてキープされていた。もし皇帝ダーレックの備品があまりに高価だった場合ダブロスは別れ道に登場する予定で地獄への扉の名ばかりの牢獄に住む可能性まであった。デイビスはダブロスの巻き込まれたバックストーリーを明らかにする彼の起源の話を書いたが、これは時間の制約ゆえに最終的にカットされた。 ディビスは、ローレンス・オリビエ賞を受賞した2006年の舞台版、もじゃもじゃ、ペーターと、秘密情報部トーチウッドのエピソード、夜の旅人でのゴーストメーカー役のジュリアン・ブリーチのパフォーマンスを見て、彼をダブロス役にキャスティングした。ダブロスの再登場を秘密のままにしておくため、ダブロスは、クルーの間で、ザ・エネミーや、デイブ・ロスとして言及され、 撮影の脚本も可能な限り匿名が保たれた。しかし、ラジオタイムズは、キャラクターの秘密を、テレビ史において、最悪の秘密と呼んだ。デイビッド・テナントは、ダブロスの、ヒトラー・アジた古代癖の態度と、テナントの、ドクター・風にまつわる、最初の記憶が、ダレク族の誕生でのダブロスの初登場であった、ことから彼の生み出すのスタルジックな感情を好み、自分自身について、 異常な生物に完全に魅惑されていると述べた。ブリーチは自分の役のための準備として彼の大好きな物語の一つであるダレク族の誕生を主張しダブロスの声を自らに言い聞かせた。ブリーチは自身のダブロスの解釈について古代癖のあるひねくれたマッドサイエンティストで道を誤った天才と説明し全体として アドルフ・ヒトラーとスティーブン・ホーキングの愛の子、ニヒルな活動がキャラクターを異常に仕立て上げていると表現した。後に、ブリーチはヒトラーの演説技術と彼の独断的な演説を基準点として使うこととなった。デイビスと装具デザイナーのニール・ゴートン、衣装デザイナーのルイス・ページ、コンセプトアーティストのピーター・マッキンストリーは対面で本作のダブロスのデザインを議論した。 彼らはダブロスのデビュー作、ダレク族の誕生で見られたダブロスに忠実なビジュアルデザインを維持することに同意した。唯一の大きな変更点は、リベレーション・オブ・ザ・ダーレクスで破壊された手を平気化した機械の手に置き換えた点である。マッキンストリーはクラシックシリーズの薄っぺらなデザインをアップデートすることでダブロスをより大きくより恐ろしくすることを狙った。チームはデザインを二つ。 マイナーチェンジした。彼らはダブロスのマイクルフォンを取り除いて完全にダブロスの兜をデザインし直した。ダブロスが囁き声で喋らない上、彼の声をより聞き取れるようにするため、チームはマイクルフォンを余計であると感じた。もともとブリーチの声はポストプロダクションで変更されないままにすることが意図されてい,い、声を処理するという決定は2008年5月の 下旬までなされなかった。また、ゴートンは、オリジナルの頭部について、あのような強力な登場人物にしてはいつも特に弱そうに見えると述べた。彼は、ダレク族の誕生の製作デザイナーが兜を医療用の留め具に見せたかったことを知らされた後、ダブロスの頭にの中に直接ねじ込まれているように、見えるよう兜をデザインし直した。ページとゴートンは、 ダブロス補助半身で同時に共同作業を行った。ページは、革製のチュニックをデザインし、ゴートンはそれについて、素晴らしい衣装の作品だ。クラシックのデザインを反映していると考えた。一方で、ゴートンは、胸角をデザインした。デイビスは、革製のチュニックと露出した胸角を使うことを、ドクトル風マガジン401号で、ダブロスを、 ホラーの王の原点かつ頂点であると思い出させる彼を狂人たらしめていると説明した。最高ダーレク、盗まれた地球は第3シリーズのダーレクの進化以降初めてダーレクが登場するエピソードであり、ダーレクの操縦者は役にもう一度なれるのに苦労した。ジャックはダーレクに殺され、ローズとマーサは彼らの見かけ上の絶滅のうち2回に立ち会い。 サラは彼らの誕生の場にいたという過去がある。デイビスがクロスオーバーの一部に因縁のダーレクを組み込んだことはドクターに感情の込められた激しい雰囲気を作ることを意図してのものであった。ダーレク孤独な魂や別れ道で使用されたダーレクの小道具が校舎の撮影で水をかぶって不可逆的なダメージを負ったため本作では ダーレクのミュータントのアニマトロニクスの再制作が求められた。盗まれた地球では新しい二個体の変わったダーレクが登場した。一つはピーター・カッシングの映画ドクター・フーイン・カイジン・ダーレクの惑星を暗示して赤色に塗装された最高ダーレク。もう一つは装甲の破損したダーレク・カーンである。カーンは撮影の脚本では装甲が展開、破損、誘拐、 湾曲、歪曲し、内部のミュータントは、皮膚が、包状になり、触手をうねらせ、失明した単眼で外を見つめ、声は古風で、歌謡曲のようで狂っていると描写された。声優のニコラス・ブリックズはモデルごとに声を変更した。彼は最高、ダーレクをエゴイストとして認知し、それに合う、気取った声を採用した。カーンニは歌うような話し方の声を採用し、 タイムウォーに突入した結果であるキャラクターの狂気を反映した。ブリックズはカーンは自分が幸せなのか悲しいのかわからない。彼の個性は非常に奇妙で、彼は物事が面白くない時に面白みを乱すんだと説明し、ほぼ純粋な精神を持った予言者の人格を構築して自身の解釈の正当性を示した。また、2008年6月のドクトルフーマガジンとの ブリックズのインタビューでは拡張した仮説が発表された。彼はカーンがタイムウォーに侵入して反対側から吹き飛ばされたことで脳の回線がランダム、あるいは真逆に接続され、深刻さと面白さの区別がつかず、ただ事実だけを認識していると考えた。そしてカーンは耐え難いほどの絶頂の瞬間に閉じ込められていて湧き上がった感情はべて笑いに変換されるのだと、 彼は提唱した。ブリックズのダーレク役は制作チームに歓迎された。クレアム・ハーパーは、カーンの笑い声を気に入って、もっと、前提句で、とリクエストし、デイビスはカーンについて、最も身の毛のよ立つようなダーレクと表現した。また、フィナーレではダーレクもマイナーチェンジされた。ダーレクの特徴的なラバーカップは、ダブロスの声が登場するシーンでは、歯車の機械仕掛けに置き換えられており、 この機械は機関に搭載されたダーレクのコントロール装置にも使用されている。さらにダーレクの目は複数のシーンで細かく揺れている。クレアム・ハーパーが加えたダーレクの特徴は彼らを容易周到でかつ緊張状態にあるように見せるためのものであった。テナント、パイパー、テート、バローマンが本作のクライマックスの撮影の休憩に入っている。年月日。 ペナースにて、ペナースにて、ドクターフーの撮影をしているビリー・パイパーと、デイビッド・テナント、盗まれた地球には2005年に、ドクターフー新シリーズが始まって、以来初めてとなる、屋外でのダーレックの撮影があった。また、撮影の大部分が夜に行われことも、新シリーズ始動以来であり、アウターロンドンでの冒頭のシークエンス以外はすべて、地球を舞台に夜に撮影された。 本に部作は2008年での撮影に6週間を要し2008年2月18日から3月29日まで撮影が行われた。盗まれた地球で最初に撮影されたのはトリニティウェールズ役のラケルカールが出演したニュースレポートのシーンで2008年1月31日に BBC ウェールズのブロードキャスティングハウスで撮影された。撮影の 1> 第1週はすべてロンザ・カノン・タフに位置するドクター・フーのアッパー・ボート・スタジオで行われ、再生シーンを含めてトーチ・ウッド・ハブとターディスでのシーンの大半が撮影された。第2週と第3週の撮影スケジュールでは、盗まれた地球と旅の終わりが交互に撮影された。盗まれた地球の撮影には3日が割かれ、ドナの家でのシーンがカーディフ・キンコイドのエナント・ベイワー。 ロードで2月26日に、帰還のボールトを舞台にしたシーンが、アッパーボートスタジオで3月3日に、シャドウ議会でのシーンが、カーディフ大学県岸大学院で2008年3月8日に、撮影された。本作の屋外のシーンは3月11日の午後に、開始された。屋外での最初のシーンは、コールドオープンのシーンで、トンテグのウェストマウンドクレセントで撮影された。 3月12日には、ポンティプリットで2つのシーンが撮影された。ノーブル家への外のシーンが、普段の金庫糸ではなくホーソンロードで撮影され、その後に、町中央のマーケットストリートに場所を移し、ローズが騒動の最中にいる民衆の一人と出会う、シーンが撮影された。第4シリーズの予告編は場所を必要としなかったため、テナントとテイトはその間に予告編を撮影した。 ドクターとローズの合流は3月13日にペナースの街の中央で200人の民衆の前で撮影され、当該シーンはザ・サンシの翌日の晩で報道され、インターネット上にもリークされた。クレアム・ハーパーは二人の再会が本作で、最も魅力的な瞬間であるため当該シーンは、神秘的だと主張し、番組のフォトグラフィーディレクターであるエリン・ビンチェはそのシーンを1980年代の SFA がブレードランナーになぞらえた。ダーレクが人間を抹殺のために拉致するシーンと、ウィリフレッドがダーレクを撃つシーンが撮影され、その週の屋外での撮影は、カーディフリバーサイドのブルックストリートと隣接する、プランタンジェントストリートで完了した。ダーレク進行時のマンハッタンのユニット本部でのシーンは3月16日と3月19日の、 夜に M4 自動車道のジャンクション32の交通管制センターで撮影され、実際に建物にダーレックが進行するシーンは、翌朝の午前5時30分に6分で撮影され、次の夜には、ナショナルミュージアムウェールズが所有するナントガルの倉庫で、マーサがユニットから脱出するシーンが撮影された。初日の夜に交通事故が起きたため、制作チームは必要であれば、 撮影の延期に備えた。ペネロペ・ウィルトンは3月18日にダイナスパウスのコテージにてハリエット・ジョーンズ役で再出演した。ダーレクの備品をコテージに運ぶのが難しかったため、撮影は停滞した。具体的には中庭のドアが高くなっているため、ダーレクのバランスや操縦が難しくなっていた。第5週の残りはアッパーボートスタジオでのダーレクのみのシーンに使われ、 ボールトが機関の指令デッキとして改装された。マーサとサラがそれぞれの家にいるシーンは交互に6週間の間に撮影された。前者はペナースのローワー CWRTY ビルロードの普段の場所で、後車は主にアッパーボートで撮影され、サラとルークが屋根裏部屋にいるシーンをもって3月28日に終了した。本作の最後の屋外のシーンは、 3月25日に、ザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズの普段の撮影地でもあるペナースのクリントンロードで撮影されたドクターに会おうとするサラに、ダーアレクニタ体が家の外で声をかけるシーンであった。二部作の一般的な撮影は、ドーキンスとオグラーディの亀を出演で締めくくられた。ドーキンスは屋根裏の撮影が完了した後のアッパーボートで撮影し、 オグラーディは3月31日にザ・ポールをグレーディショーのエピソードと同時にテムズ川のサウスバンクのザ・ロンドンスタジオで撮影した。撮影が完了した後、ポストプロダクションチームザミルがポストプロダクションを担当した。初期草案の大量のエフェクトは放送版の約3倍で、バリアントの攻撃を除いてほぼ全てがカットされた。 ザミルは盗まれた地球の二つの注目すべきエフェクトを制作した。一つはニューヨークの進行で偵察写真とダーレクインマンハッタンの撮影で得られたショットを使って都市の2.5次元のショットを制作した。もう一つはメデューサカスケードに並ぶ惑星群で完全な三次元モデルを使用した。マリエゴールドは本作のために同時に複数のスコアを作曲した。 第4シリーズのために作曲された主旋律との組み合わせで、ゴールドは、ローウとハリエット・ジョーンズのライトモチーフ、とらわれの歌のウードのソング・オブ・フリーダム、ミスター・スミスの登場ファンファーレといった、彼が先に作曲した曲のいくつかも使用した。なお、ミスター・スミスのファンファーレは BGM ではなく劇中の音楽として使用された。ゴールドは、第4シリーズのサウンドトラックのリリースにおいて、 Q について話をした。本作は BBC1 で50分間の放送枠が割り当てられ、カットされたのはセリフの一部だけであった。民衆のセリフのポーストシンクロは6月5日に行われ、最終ミックスは2008年6月12日に行われた。同日には BBC から本作が正式に告知された。本作はタイトルの公開が第4シリーズのエピソードでは、 最後であった。2008年4月に他12エピソードのタイトルが公開された時、本作はザ・ストール・ン・アースというタイトルがあまりに多くのことを明かしてしまうため伏せられていた。タイトルが公開されたのは放送のわずか2週間前のことであった。第2シリーズのフィナーレ、嵐の到来と永遠の別れと同様に、盗まれた地球の最後のシーンは批評家に送られた。 試写会のから除去され、旅の終わりのプロットの詳細に、メディアのブラックアウトが課された。盗まれた地球の東野の視聴者数は740万人、番組視聴選挙率は38.3%と、推定された。最終的な視聴者数は878万人で、これは884万人の視聴者を獲得した UEFA ユーロ2008決勝に次いで、 2008年6月23日から始まる週で2番目に高い数値であった。本作の放送以前では呪われた旅路が高順位に位置し、その記録は1週間後の旅の終わりに破られることとなった。結果的にライバルチャンネルの ITV1 は10.2%というチャンネル史上2番目に低い平均視聴率に苦しみ、BBC1 の26.9%に大きく、 差をつけられた本作のアプリシエーションインデックススコアは91を記録し、これはドクター風がこれまで記録した中で最高評価でテレビ番組に与えられる評価としても最高値の一つである。BBC アイプレイヤーでの放送や BBC3 での再放送を BBC1 の放送に加えると盗まれた地球の視聴者数は最終的に1286万人となった。 これはシリーズの平均である1059万人を200万人以上上回っている。本作では電話番号07700-900-461がドクターの携帯電話番号として描写されたが、この番号はローコムが提供している。放送の後、約2500人の視聴者がその番号に電話をかけようとし、この番号が利用できないことを説明するメッセージを 受けたローコムは、後にこの番号が存在しないため通話料金は無料であると声明を発表した。本作の放送、特に衝撃の再生は、大衆の関心の波を起こし、テナントの交代についての推測をかき立てた。ブックメーカーの間では、俳優ロバート・カーライルへの期待が大きく、ジェームズ・マカボイ、ジェイソン・ステイサム、アラン・デイビス、ジェームズ・ネスビットも候補に挙げられた。 大衆の関心の増大は、旅の終わり放送の2日前に最高潮に達し、放送の前日には7代目ドクター役の俳優、シルベスター・マッコイとコリンソン、デイビス、アジェマンがそれぞれ昼のテレビ番組に出演し、放送数時間前には、BBC ニュースオンラインのエンターテインメントコーナーで、シリーズのフィナーレがトップニュースとして扱われた。デイビスは、本作が生み出した。 予想以上の莫大な関心と新シリーズの成功をプロットの詳細を秘密にし続けてライブ体験を生み出したことの度合いに期するとした。彼はイギリス中でドクター風の展開が話題となっていることに刺激的だと言って喜んだ。本作は視聴者、特に番組のファングループから良いレビューをされた。ドクトル風マガジンの2008年の視聴者投票では本作は ジュリアン・ブリーチがベストストーリーとベストゲストアクターの称号、ダーレクがベストモンスター、ダブロスがベストミュージックとベストヴィランの称号を獲得した。ダブロスはキャストの特別多数決で受賞した。本作はドクトル・フー・フロウロムのメンバーの間で第4シリーズのうち最高評価を受けたエピソードで、高評価率は92.4%を記録した。 当時放送されたすべてのドクター風のストーリーが評価されたドクトル風マガジンの2009年の視聴者投票座マイティ200では本作は200位中の13位にランクインし高評価率は84.62%を記録した。これは前は運命の左折にわずか100分の1ポイント差に迫る数字であった。さらに2005年の新シリーズからのファンや18歳未満の ファンからは最高のストーリーとして評価された。ガーディアンは本作の3本のレビューを発表した。サム・ウォラストンは本作に肯定的なレビューをし、しっかりと最高だろう素晴らしいエピソードとコメントした。ウォラストンはリチャード・ドーキンスのカメオ出演についてジョークを飛ばし、彼の半身学的なマンネリをダーレックになぞらえた。ギャレス・マクレーンは 本作の終わりを口が塞がらないほどの正真証明の突然のクリフハンガーと表現した。彼はリークに押されがちな業界で再生に関する情報を見事に抑え込んだ制作人を称賛した。ガーディアンのメディアブログオーギャングラインダーのスティーブン・ブルックは本作が信じられないほどに良い、本当に恐ろしくそして刺激的だと思った。彼は不審な再生について 仮説を立てた。それが本当の再生なのか、もしそうであるなら誰が次の代のドクターを演じるのかということであった。また彼は旅の終わりでどのコンパニオンが死ぬことになるのかも推論した。インデペンデント誌のトーマス・サートクリフは本作を否定的にレビューし、本作がインスピレーションのないエクスターミネーションだと表現した。本作の放送前に彼はどのように ドーキンスとオグラアディが出演するのかに興奮していたが、ヤントがザッピングをしている間に出演するだけだったことに落胆した。サトクリフは惑星災害の真っ只中にオグラアディがスタジオの観客と共に彼のトーク番組の撮影を続けるというアイディアに不信を示したが、カメオ出演自体は称賛した。カメオ出演の後、彼は本作のクロスオーバーの要素と連続性を 好まなかったため、興味を失い始めたという。彼は、バット、ザッツインポッシブル、イットキャントビー、エクスターミネートといったクリシェーなセリフも批判した。彼はプロデューサーにレコードを変えるよう要望を出す、形でレビューを締めくくった。ザステージのマークライトは、一体どうやってレビューするんだと疑問を呈した。ライトは本作を、 45年に及ぶテレビシリーズで見たドクター風の中で最も夢中で面白く大胆で素晴らしく呆然とするような刺激的で恐ろしい作品に位置づけドクター風は面白く素晴らしい最高の状態で最高の番組を止めていると表現した彼のレビューではライトはクロスオーバーフィクションへの愛を説明し彼が小さなテレビ産業と考えるものに ドクター風をデイビスが変えつつあることを賞賛した。ライトは本作が伝統を守っていることに惨事の言葉を送っており、具体的にはダーレクが大声で互いに会話をしながら宇宙船の周りを進んでいること、ユニットが相変わらず殺人エイリアンの撃退の役に立たないこと、ダブロスのビジュアルがクラシックシリーズのものに似ていることを挙げた。彼は ジュリアン・ブリーチの描写をマイケル・ウィッシャーの演じるオリジナル版とテリー・モーロイの演じる高揚感のあるバージョンの中間に感じた。また彼は最後のシークエンスを肯定的に捉えており、ローズがドクターを再び見つけてスローモーションで互いに駆け寄った時に最も冷酷なものはかすんだ目をしていたに違いないとコメントした。さらに彼はドクター風では当たり前のように 大きなダーレックの銃によって、ロマンスの波が終わりにもたらされるんだと喝采した。デジタルスパイのベンローソン・ジョーンズは本作に星5つの、打ち5つ星を与えた。レビューで彼は、盗まれた地球は、現在のシリーズ、仙台コンパニオン、そしてダブロスから構成要素を組み立てた点において、異業を成し遂げていると述べた。途切れのない抹殺せよ。 というダーレクの送信をジャックとサラが受信したシーンでのクレアム・ハーパーの監督に彼は感心し、ハーパーの仕事はその息を飲むようなビジュアル要素の点で大画面にふさわしい。と述べた。彼はマイケル・ブランドンをサンチェス将軍役のキャスティングを褒め、サンチェスがユニットに必要な新しいレース・ブリッジ・スチュワートの人物像になる可能性を秘めていることから、 彼がダーレクの攻撃を生き延びたことを望んだ。ローソン・ジョーンはダーレクの声を担当したブリックズがダーレク・カーンの気の狂った鉛を見事にこなしたと考えた。また、その前提としてカーンの理性をなくすために非常に独創的で大胆な動きを脚本家のラッセル・ティ・デイビスがしたとも述べた。彼はダブロス役のブリーチの演技を彼のコントロールされた。 不吉な歌声がダーレクの創造者の見事でありながら狂った思考を素晴らしく呼び起こすと称賛した。レビューの締めくくりに彼はデイビスを各シーズンの結束力を感じさせ、ほとんど耐えられないほどの水準まで賭けを上げるような衝撃的なフィナーレを提供する専門家と称賛し、エピソードの質に見合うことを大変な仕事だと考えた。エグゼクティブプロデューサー兼脚本家の ラッセル T ・デイビスは本作におけるその働きが広く称賛された。エロック・アルファーのアラン・スタンディはレビューで本作に好意的だった。彼の意見では2005年にデイビスが番組を復活させた時に彼が導入したすべての物事への貢ぎ物として本作は実現、機能し損ねることが決してなかった。彼はストーリーラインをテンポが速く 爆発的で刺激があったと表現し、すべてのコンパニオンと新しいダーレック帝国の冒険から見られると予想できるものをすべて含んでいる物語の執筆の4年間の究極のクライマックスとして働き、42分間とリハだが立つほどの充実した内容になっていると述べた。ブレアは当初のターゲット層が起こるべきではなかったとしていたが、秘密情報部トーチウッドと ドクター風のクロスオーバーの仕方に感銘を受け、グーェンがオットリースを心配するシーン、ザ・ポールをグレーディショーを見ていたヤンとダーレクの通信に対するサラとジャックの感情的な反応を描いたシーンを称賛した。彼のレビューは肯定的であったが、彼はエピソードの2つの部分を批判した。一つは、 タイムロードがタイムウォーで全滅したためそのタイムロックという概念が疑問視されたこと、そしてもう一つはドクターの電話番号が使用不可能なことで、後者について彼は不平を口にした。ウルバーハンプトンに所在するザ・エクスプレススターのダンウェインライトは本作の結末について否定的な反応を示した。彼は有名人のカメオ出演とジョンバローマンでエピソードを 埋めることに執着しているように見える、ラッセル・ T ・デイビスでさえ、シーズンフィナーレの途中で主役を変えるほど破天荒では、ないのではないかと疑問を提起した。また、ドクター風を復活させた、デイビスの役割に対する彼への友好的な感情と、憎しみをレビューの中で表現し、特に登場人物に恋愛を持ち込んだ点を嫌い、子供たちの間で人気のシリーズにしたことを称賛した。 ブログクレティックスのキャサリン・ダックウェルは好意的なレビューをした。彼女はラッセル・ T ・デイビスは最も頭にくるクリフ・ハンガーの境界を再び拡張したと言ってレビューを始めキャストについてはシリーズに全く新しいレベルの感動をもたらした最高の演技と称賛し特にダーレクの生命放送に対するジャックとサラの反応に関しては涙したと述べた。 ハップル宇宙望遠鏡の外側に広がる、最も美しい外宇宙、そして最高に恐怖に満ちたダーレックミセタ監督について、彼女は制作チームを称賛した。SF ブログデン・オブギークのサイモンブリューは、非常によくできた、ドクター風のクリフハンガーの目的が、もし視聴者を画面に叫ばせることと次のエピソードをカレンダーで確かめさせることであるなら、 ラッセルティ・デイビスはそのボックスにチェックを入れることに成功したと言って良いだろうとコメントした。彼のレビューは本作を賞賛も批判もした。彼は本作を時折発生するひび割れを覆い隠すような息もつかせぬ野心が炸裂していると要約したが、エピソードに圧縮されたプロット装置の数の多さゆえに、エピソードの細かい部分は混乱していると感じたと嘆いた。 彼はコンパニオンの全体が良い俳優と偉大な俳優に分かれていると考え、スレーデンとクリビンスの恐れの演技を称賛した一方、ユニットとトーチウッドとドクターが特徴のない敗北を認めたことを批判した。ダブロスとカーンについてのブリューは肯定的であった。ジュリアン・ブリーチはダブロスにハマり役で、その登場はクラシックシリーズに非常に敬意を払っており、カーンが ダーレクセンに興味深いダイナミックさを加えたと彼は評価した。彼は盗まれた地球が鳴り響くドラムを上回ったと言っても過言ではないと言い、すでに次話に向けての熱狂と興奮を作り出しているといえばそれはかなり控えめな表現であるとし、旅の終わりがラストオブタイムロードのような終わり方をしないことを望んでレビューを締めくくった。 SF ブログ EOQ のチャーリー・ジェーン・アンダースは、デイビスのことを同性愛者のマイケル・ベイと呼び、ドクター風の第5シリーズの制作に彼に残ってくれと初めて願ったと述べた。彼女はインティゴ計画やオスタハーゲンの鍵、イングランドのすべての携帯電話を使ってドクターに電話をかける、ダブロスが自らの銅を削らなくては、 ダーレク軍を培養できないという事実といった馬鹿げたプロットと狂ったデバイスが全て大好きだと述べた。彼女はダブロス役のブリーチの描写についてマイケル・ウィッシャー以来好奇心と巧妙さとマニアックさの入り混じったキャラクターを捉えていると称賛した。またダーレクをペイント銃で攻撃するウィルフレッドやダーレクに 決死の抵抗をするグウェンとイアンとドクターを呼ぶために自らを犠牲にするハリエット・ジョーンズの高潔さの成長といった本作の超英優さを彼女は称賛した。レビューの終わりに彼女は旅の終わりへの興奮を表明し、最後のシーンはラッセル・ T ・デイビスのクレイジーな論理を使ったとしてもどのように解決するのか手がかりが全くわからないと述べた。 SF 雑誌 SFX のデイブ・ゴールダーは本作に星5つのうち4つ星を与えた。彼は2つの実験的でエッジの効いた脚本の後、盗まれた地球ではデイビスのいつものスタイルである群衆を喜ばせる脚本の日技が使われていると指摘した。本作の特殊効果、ブリーチの演技、物語のペース、そしてクリフハンガーを彼は肯定的に評価したが、 シャドウ議会については、すべての伏線を張った後では失望させられると批判し、ジャックとサラがダーレクの通信に対するメロドラマチックな反応をしたように、いくつかのキャラクターの瞬間が小さな感情爆弾のようにアクションの中に落とし込まれていると批判した。ただし、最後には、すべての巨大な楽しみを否定することはできないと言って、彼はレビューを終えた。イグンのトラビス・フィケットは、 本作に10点満点で7.6点の評価を与えた。彼はファンサービスのコンセプトについて論じる形でレビューを始めた作品の人物が同じ画面に登場するのは喜ばしいことであるが、それぞれの出番も少なくなるため、クロスオーバーは諸刃の剣であると述べた。彼は主にダーレクに焦点を当ててレビューした。まず彼は2005年以来、ドクター風に ダーレクが登場しすぎてあると批判した。ダーレク孤独な魂で一体の敵として登場し、別れ道で皇帝トローズの戦いが描かれ、永遠の別れでは、ダーレク族のスカロの集団とサイバーマンが衝突し、ダーレクインマンハッタンとダーレクの進化では1930年代のマンハッタンで姿を現している。彼は、ダーレクの再登場がある意味うまくいった理由として、 ダブロスの存在とダーレクが一年半登場しなかったことを挙げた。彼はダブロスの登場が賭けを挙げたと評価したが、キャラクターが神話を盛り上げるためにほとんど何もしていないと批判し、ブリーチの演技は過剰だったとも批判した。また、フィケット・ワローズが他のコンパニオンから孤立していることも批判したが、彼女は一人でダーレクに対して防衛することができたとも指摘した。 彼は、今シーズンの結末が、どのようなものであっても、デイビスがこのシリーズを進行させたのは、並外れた偉業だと肯定的に、レビューを締めくくった。撮影地はすべてドクトル風マガジンの特別版、第20巻ザ・ドクトル風コンパニオン、シリーズ4より抜粋。ありがとうございます。